食事気をつけてるけどなかなか痩せられないよって方、たまに動画見てやるんだけど、いまいち体重も脂肪も減ってない。そういった方にぴったりな、1種目、たった5回、カエル跳び紹介します。痩せるためには、100% 下半身鍛えないといけません。なぜかというと、下半身が体を動かしてますから、足の筋肉弱い人は、体をあまり動かさない傾向にあるんです。要するに、下半身が強くなれば、体をテキパキ動かしますんで、消費カロリーが上がり、今より痩せやすくなります。最後まで一緒に頑張ってみましょう。足を開いて、カエル座りをします。まずは、肘で、膝を後ろに押さえつける感じで、股関節をストレッチしていきます。一回ずつ一緒に数を数えてください。スタート。1 2 3 4 5。 OK。 このまま軽くぴょんぴょんぴょんと跳ねましょう。5秒間。1 2 3 4 5。 OK。 体を左右に体重移動します。5回。1 2 3 4 5。手をついてお尻をもも水平まで上げたら戻ります。5回。お尻を上げた状態で左右にお尻を振ります。5回。1 2 3 4 5。あー、ももに効いた。このまま尻もちついたら起き上がります。5回。1 2 3 4 5。 OK。 みんな起き上がれた？今の難しいよね。今度はこのままで足を伸ばしたら戻す。バランス取りながら左右5回。1 2 3 4 5。今のはできたよね。ちょっとレベルアップするよ。お尻を上げたまま今と一緒。5回。ついて膝を伸ばしてまたしゃがむよ。5回。1 2 3 4 5。 OK。 ラストは肘をついてこのままお尻をぴょんぴょん跳ねるよ。これ1分やったら終わり。あと少し頑張ろう。
よ。あとお尻をぴょんぴょん動かすだけ。マイペースでいいよ。これがね、すごい効くからね。カエル跳び、ぴょんぴょん動こう。あー、もう効いてきてる。来てる来てる。これは効くね。もし辛くなってきたらね、手ついてもいいよ。そしたらね、ちょっと負荷軽くなるから。できる人はこのまま肘ついて、手ついてもいいよ。ふう、おお、ふわー、カエル飛び効く。体操、これ足の疲れとむくみが取れるやつ。ゴキブリ体操。ああ、うわ、ももんが、うわ、ももんががー。